どうも、翔平です。今回はね、D4 という Xbox One 専用のゲームをやっていきたいと思います。そんなに長いゲームじゃないので、すぐ終わってしまうとは思うんですけれども、こちらの方、2015年の1月中は Xbox Live Gold に加入している方は全て無料でね、手に入れることができます。Xbox One 専用のゲームなので、その点、間違いのないよ。ということでですね、私このゲームの前のね、同じディレクターの人が作った、スウェリーさんかなっていう方だと思いますけれども、スエヒロさんだったかな、忘れちゃいましたけど、あのレッドシーズプロファイルっていうゲームかな、確か日本の放題がちょっと定かじゃないんですけども、そちらの方をねアメリカでチラッとやってですね、あーなんか奇妙な世界観だなということで、思っていましたけれども、海外のね、批評形というか、批評サイト、ゲームをね、何点とか採点する、サイトありますよね。うん。そちらの方でもね、とある有名なサイトは10点満点をつける一方で、別なサイトは2点という、とかね、最も、史上最も、評価が分かれた、ゲームソフトとしてね、なんていうのかな、ギネスブックに登録されてしまったという。そのゲームを作った人の、続編ではないんですけれども、新しいゲームということでね、非常に注目を、発売前から浴びてました。ということで今回無料になったってこともあってですね、ちょっとぜひやってみたいなと思うんですけれども、こちらのゲームね、今見ていただいている通り、大丈夫かな、反応するかな、こうやっていって、あのキネクトを使ってやるんですね。キネクトで主人公と、まあ、シンクロ、いかにシンクロさせるかによってね、その主人公の実際体験するのをなんていうの、リアルに感じられるという、いうことを売りにしてるみたいなんですけども、ちょっと、やってみようかなと思います。そんなにね、長いゲームじゃないということなので、まあ、4、5本で終われるといいけど、もうちょっとあるのかな？これで、このグーパーしたりしてね、この決定をしたりするっていうのもあると思いますけど、コントローラーも使っていくんじゃないかな？どうだろう？アメリカにはね、結構ファンがいてですね、このディレクターの方かな？うん、ずっとソフトを待っているという方も結構いらっしゃるみたいです。で、どうなんだろう、レッドシーズプロファイル自体は日本で人気あったのかどうかはちょっとわからないですけれども、アメリカではね、結構評価が分かれて、まあ、高い、うん。日本語訳がついてるんで、今回私の出番もね、ないと。私も皆さんと一緒に楽しみたいと思います。Hey, look. It's like I've grown wings. うん。私吹き替えはねあんまり好きじゃないんですけど、まあ、こうやって、ね、字幕で見る分には全然問題ないですね。グラフィックもねアニメと融合したみたいな形でね、私すごい好きだったんで、どんなストーリーなのかなと。プロローグ始まりの日、今回は静かにプレイできるかな。前のエリアがね結構わたわたしてたんで、フクロウかな、なんだろうこれ、文字？オープニングか。マイクロソフトスタジオプレゼンツ。いいですね、私こういうなんか絵好きですね。うん。おじいさん、お父さんと娘さんが凍った湖かどっかの上にいるのかな。なんか浮いてますけど、なんかいろいろなんか書いてあるね。なんとかシン、あーなるほど、薄いあの氷の上は危険ですよっていう看板ですね。デンジャーフェインアイスって書いてありますね。気になるところをすべて観察する、このキネクトセンサーがうまくね、これ凍結している、すべての観察を読み取るとチェックマークがつくというふうになってますね。じゃあこれ調べてみようか。銅のエンブレム、クレジットメダルを拾う、気になる対象に、グラブでアプローチする。あ、なるほど、こうやってアイテムを取得していくんですね。看板を押す、対象の中にはプッシュでリアクションするものがある。あー、なるほどね、面白いですね、これね。
上半身を傾けると周囲を見よ、ああこうやって、あ、なるほどね。で、見渡したところでさらにやらなきゃいけないことがあるってこと？手の認識がしないから難しいですね、結構。うまく、私がもうちょっと動けばいいのかな、これ。いよいよ、ちょっと設定をしてまいりましたけども、画面内に手を持っていき、内側に振ると方向を変えることができる。こんな感じ？あー、なるほどね。画面に手をかざすと観察できるポイントがある。これクレジットってのは何ですかね。なんかブロンズクレジットってのはよくわかんないですけど、プッシュ、プッシュってのはこういうこと？こういう、これ難しいな、結構。お父さんこっちを見てる、心配そう、いつも優しい、大好き。こうやって観察するゲームなの？あ、手を振ってくれてる、お父さんなんですね。どういう感じなの？フクロウの近くへ移動する、アイコンを選択してグラブで移動する、これ。あ、なるほどね。両手を上げるとゲームを一時停止。千尋弘隆さんかな、ちょっと名前を思い出してないんですけど、思い出せないんですけど。これ見た方がいいのかな。こうやって、周囲をね、傾けることによって、ちょっとね、上半身を傾けることによっていろんなところが調べられるらしいんですけど、暗礁の警告なんだろう。で、前に進む。面白いですね。フクロウ押す、押していいの？プッシュ。プッシュしちゃったよ。で、横とかは今は見れない。あ、これで終わりか。クレジットがあったんだけどね。アイコンに触れると観察することができる。女の子の友達ってわけじゃないの、これ野生のやつだよね。おう、そりゃそうだ、そりゃそうなるぜ。飛んでいっちゃった、危ないって書いてあったのにね。フクロウが助けてくれる系？やばいよ。どうすんの？佇む少女。Dark dreams don't die。 暗黒の夢、まあ暗い夢は。あ、これ音楽が流れちゃって始まりましたけど、ちょっと音楽が気になるんですよ。著作権が関係してくるんでね。音楽ないかもしれないけど、申し訳ない。これは風船ガム、風船ガムを噛んでるんだね。で、主人公落ちて、主人公だと思うんですけど、これがハイヒールを掴んで落ちていく、浴槽に落ちていく。後ろにあるのは携帯電話かな。おう、ちょっと下調べを全くしてないので、多分主人公だろうなと。予告編は見たんですけどね。両手を振る、両手振ってるよ。おーいおーい、見えるか？OK だって。シンクロ率、さまざまな場面であなたの行動とヤングの行動のシンクロ率が判定される。で、取る、いちご味だって。I didn't see you again this time either。 はあ、今回も君に会えなかったっていうのは誰かを探してるんですね。何を見つけたんだろう。 Little Peggy。 リトルペギーさん、また傷がうずく、古傷、古傷があるんですね。My name is David Young。 デイビッド・ヤング。 Former narc with the Boston PD。 麻薬家の刑事だったみたいな。 Now a detective who searches the past。 過去を調べる探偵だったんですね。 My likes include 100% de agave tequila。 My dislikes are mainly drugs and chewing gum。 ドラッグ、チューインガム、チューインガムは嫌いなのに噛んでるの？なんだろう。 2 years ago someone killed my wife。
ああ、奥さん殺されたってね。I've spent every second of my life to solve a case. Using a certain very special power. Very special power って言ってますね。なんでしょう、その能力があってそれを使って過去を調べてるって。バスルームから出る。割れた鏡、グラブ。My head is full of memories of my wife. 妻の記憶と弾丸も入ってる。あら、撃たれたんですよ、誰かに。What happened in this place? あの日、この場所で何が起こったの？周囲を見渡す。なるほど。対象にアプローチをしたり、会話をすると行動力が減少する。うん。これは何？なんか落ちてるよ。ロリポップキャンディ。いつのだよ、それ。大丈夫か？これを調べてみる？矢印に合わせて手を左に振る。あ、こういう感じ？あ、OK。結構難しいのね。あの日から壊れたままだ。へぇ。トイレはどう？錆びついた矢印に合わせて手を振り下ろす。あ、なるほどね。A gift is an expression of emotion. 人は思いを持つ。Wants the feelings to be understood. なるほどね。Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. 違った形で残ることがある。I call these forgotten treasures, mementos. ああ、メメント。そういう映画ありましたよね。はあはあはあ。あんな感じで映画みたいな感じで進んでいくのかな。所持しているメメントを確認します。なんか思いが残った物品ってことですね。真っ赤なピンヒール。図書館書士が司書か。図書館司書が履いていたピンヒール。愛人からの贈り物だろうか、裏に名前が入っている。ドミニク・ビーン。夜になると男を垂らし込んでは麻薬を売っていた。ああ、なるほどね。麻薬家の捜査だったのね。結局彼女も D ではなかった。このメメントはすでに効力を失っている。これで閉じる。なるほど。了解。じゃあちょっと見渡してみてですよ。これ自分が動かなきゃいけないから新しい感覚のゲームですね、これね。かなり。特にも調べるものはないのかな？汚れたまま。もうないみたい。トイレから出るを選択しようか。グラブ。はい。二人だけの指紋。バスルームの扉。グラブ。グラブしてるんだけど。オッケーオッケーオッケー。いや、こんなのも自分でやらなきゃいけないのね。新しい。OK、no、results this time either. 今回の収穫はなし。This case is in the clear. 忘れないうちに除外だ。遺留品を探してるの。キッチンを、ん？キッチンへ行き。どうすんだっけこれ。こうすんだっけ。ビジョン、両手でヘッドをタップするとビジョンを発動する。あ、なるほど。次の目的地を示してる。両手で頭をタップするって完全になんかね、なんだろう、ちょっと旗から見るとおバカさんだけど、ちょっと見てみる。キッチンを見てみるのどうするんだっけ。うわ、いっぱいあるよ、なんかいろいろ。グラブ。ファイルを調べる。なんかおかしいことになってる。よし。エリミネイテッドサスペクツ。あ、もう消された、もう殺された人たちですね、多分。薬物反応陽性。ドラッグ心血と突入。I have no memoryWhen I came to, I was only lying. 銃撃たれたからね。トラウマでなんか記憶が塞がれてる感じ。The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. これは奥さんか。Look for D. Look for D を探して。D はなんだろう、イニシャルなのかな。Those words keep spinning in my head. おー。矢印に合わせて手を挙げる。はい。第三者の痕跡なし。すべての指紋及び血痕 DNA は被害者夫婦と一致。なるほど。ってことはこの人が殺したってことで疑われそうな流れですね。Under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead end case. なるほど。その特殊能力ですね。じゃあ D のつく人を探してるわけだ、この人は。右手を振る。
右手振ったよ。OK。なるほど。I'll do everything in my power to find this D. はあ。I swear I will. And when I do, oh Peggy. 君の命を。誰か来たよ。Amanda? アマンダ。音のする扉を開ける。これ見なくていいのかな、これ全部。これはペギーの写真ですね。戻る。戻れないぞ。戻った。よし、じゃあちょっとアマンダに会いに行きましょう。ここには特に、あ、あった。キッチンシンク。ね、誰か来てますよ。大丈夫ですか？誰か来てますよ。洞察力が回復しました。やっぱ水とかも飲まなきゃいけないのね。じゃあこれどうする。こっち側向いて、誰かいるみたいだけど調べてていいのかしら。はい、開けた。主人公のね、やりたいことを、自分で再現するとシンクロ率っていうのが上がるらしいんですよ。それでスコアが上がるみたいな感じですね。グラブ、これでもう、これはビール？エールビールだって。なるほど。フードリストに追加。これでもうないのかな？ OK。じゃあ行きましょうか。手紙とかもあるけど。クラブ。手紙をしとく。あ、読むの？この手紙に気づいてくれたようで嬉しいが、これを読んでいるということは、未来のあなたは少しは落ち着いたということかしら。今のあなたも素敵だけど、もっと、素敵になっているのでしょうねと。でもこのフレーズを書くのは2度目。初めてはいつか覚えてる？一緒にこの家に暮らし始めてしばらく経つけど、今までのあなたは一体どうやって一人で暮らせていたのかしら。なんかまるで私に言われてみたい。床にゴミを捨てちゃダメ、引き出しに隠すのもダメよ。あ、怒られてるね。部屋片付けていて大変なものを見つけたのよ。いつから私の手紙はそうした資料になったのかしら。段ボール箱に私からの手紙ぎっしり入っていたの。ハイスクールの頃に手紙から全て揃っていたわ。誰かが調べてたってこと？届いた手紙はちゃんと中を見るべきだと思うの。あー、なるほど。あー、わかった。この人が調べ、全部入れてたのね、その証拠品ボックスに。なるほどね。手紙が嫌いな理由は知ってるけど、もう私はあなたと一緒に暮らしてるのよと。今までの手紙は全てこの家の中に隠しました。もちろんこれからの手紙もね、全て見つけることいいと。全てだからね。はあ、じゃあ家の中にいっぱい手紙があるんですね。ちょっと一回やめますね。さて、ちょっと中断しちゃいましたけど、戻ってまいりました。用事を済ませてね。右手も使えるみたいですね。ちゅうことでですね、ここら辺は多分さっき調べたと思うので、まあいいや、とりあえず、なんだっけな。あ、こっちも見れるんだ。ここは見てないな、グラブ。だからね、食べ物とかを食べると、矢印に合わせて左手を手に振る。あ、手を振るか。で、これを食べる。フードリストに追加。これで行動力を上げていくわけですね。じゃあここには何もないので、一回こっち向きましょう。これすごいな、これ。開けて、で下げる。はい。で、何か食べ物があるかどうか。これは何かありますね。これと何これ。OK。じゃあなんか食べ物拾ったみたいですね。行動力を上げるためにね。じゃあそろそろ、行きましょうか。よいしょ。で、誰かがやってきたみたいなので、テラスの扉。なになに、なんだなんだ、すごいすごい、なんかキャラクターが、え、これどうすんのこれ。右手、あっぶ、あ、こうやってやるのね。左手と右手を、お、大丈夫なのかこれ。左手をこうで、右手をこう、すごい新しいですねこれ。こうすんのね。おお、運動もできちゃうね。掴む。
掴んで引っ張る。おお、すごい新しい。ちゃんと手を前に出してやんないといけないみたいですね。 50% の平均シンクロ率。はあ、アマンダね。そういう友達いたよ。こんな謎の少女やなかったけど、I don't really go outside. 居候を買い出す係。So she is, though. Well, huh. My memory holds no answers. 何が目的なのこの子猫ちゃんは。Yo, David. Everything ship shape? Hmm. 早く助けろ、デブ。ちょっとどうすればいいのこれ。なんか混乱してるみたい、あれが。大丈夫か、見えてるか、見えてるのか、見えてるのか。あ、これでも動かせるんだね。すいません、ちょっとね、どうしようかな。早く助けろ、デブ。 Look at me. What do you think? I knew the answer. Just wondering if you did. Forrest Casey. Forrest Casey. With the Boston Police Department.And my former partner. 元相棒。Me out nowadays in my search for D. He's both a client and a source of information. コントローラーでもこうやってできるのね。いつの間に切り替わっちゃったんだろう。ここはコントローラーでやるってこと。Women are always trouble. 女にはいつも苦労させられる。Trouble. Fighting with Diana again? ダイアナって誰？ You wouldn't believe. Women.Men don't stand a chance. 全く理解できない。Don't come and see me. Actually, please get right over here. Leave me alone just means, well, leave me alone. 確かにね。笑んでもないですよ。Sense of that. Tell me, David, please. カフェスウェーディー65。この原作者の名前ですね。ちょっとそれにしてみるか。Coffee from a different place can be nice for a while. なるほどね。違う店。All the time is more like it. I was a fool to ask you. Man, Diana is so stupid. Once feared as the mighty grizzly, detective among the. 凄腕の刑事だったのね。It's more like a big teddy bear. Big teddy bear みたいな。What's this? だからテディって呼んでるんだ。So, tell me. なんか足を怪我してるんだよ。The news about that airplane accident, huh?知らない。なになに？ Access Gate Airways Flight 117 struck by unexplained lightning. 謎の落雷見られる。 No one's talking about anything else right now. はあ。We might be looking at the real deal. 今回のやつは大当たりかもしれない。I've got the good stuff for you this time. いつもこの人がくれてるんですね。音楽がいいですね。デイビッド・ヤングさんが主人公で、この人がブレーン的な感じ、フォレスト・ケイセンね。じゃあその飛行機事故を調べに行くのかな。オリビア・ジョーンズ、アントニオ・なんとか、誰だろう、いるのかな。フィリップ・チェイニー、デレック、いいね。なんかで、ペギー・ヤングさんが奥さんですね。誰かに殺されてしまったみたいですけどね。私は自分で殺しちゃって、なんかこの人が記憶が混乱してるんじゃないかなと思ったんですけど、そうではないのかな。この人が二重人格でね。なんかそんな気がしましたけど。さあどうなるのか。これ変えられないのかな。A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight.Does that sound possible to you? 飛んでる飛行機から人が消える。そういう事件ですね。Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries. 運び屋のリアルブラッドと言われているアントニオさんね。This one promised to provide evidence after being brought to Boston. はい。Evidence that may well have led to the idea. このおじさん足が悪いんだ。Real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow. No.落雷騒ぎにあって忽然と消えてしまった。Like something out of a magic act. はい。So, who me it?
証拠もなくなって依然行方不明。The name of the boss he was going to give up? ほう。Apparently starts with the letter D. D. この人が探してるのは D. Might have had evidence revealing the identity of D. はあ。So, interested yet? Let me ask you again. もう一回聞かせてもらおうか。A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you?それは可能なのかな？いや、第三者がいる。お、100% だって信じる。No, it's impossible. ありえない。Someone pulling the strings behind this mystery. なるほど。このミステリーには別なやつが糸を引いているな。ちゃんと訳してありますね。Why? The party most likely used the confusion to spirit the courier away. But some people want the evidence he was carrying.誰か証拠のためにね。This particular item is the most interesting. はいはいはい。The owner of that badge was involved in this incident. 警察官のバッジかなあれは。ああ、これがメメントになるわけね。Well, no doubt about it. This is a memento.これがメメントだって。It's yours, then. なんでそこだけなんかメメントって なるんだろう英語じゃないからかな多分。で、これを調べる。連邦保安官のバッジ、結婚付きのってことね。うん。消えた運び屋事件に関わる証拠品の一つ。持ち主は運び屋を護送中に殺された。はい。連邦保安官のデレック・ブケナ。うん。これを使えば妻が殺された事件の鍵を握る人物 D が。乗っている旅客機にの潜れるはずだと、これを使うってことね。この連邦保安官のバッジを。はい、じゃあそうしましょうか。人物相関図ランキング、ランキングアガマのね、閉じる。はいよ。で、どうすんのこれ。ちょっと当分コントローラーでやりますねなんか勝手に気が合っちゃった。バスルームへ入り過去へダイブするだって。自宅のベッドルームのクローゼットでキャラクターの衣装が変更できる。じゃあ収納庫、あ、ここは違うのか。はい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 。ちょっと待ってね。セッティングで操作方法を変えてみてもいいのかな。ちょっと待ってね。ここちょっとカットしますね。さて、ちょっとですね、キネフトが急に止まってしまったので、もう一回再起動してきました。で、バスルームへ行けダイブをすると言っているんですけど、まだ調べるものがあるのかな。せっかくならね、キネクト使ってプレイしようかなと思ってるんですけど、これをこう、あれ、こうするんじゃないの。そう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 、難しいね結構ね。で、この人を、David, taking care of yourself is part of your job. 自己管理ね。飯について。What's up, David? なんだなんだ。Feeling hungry? そこそこね。Okay, good. Let's eat then. Let's eat then. I know you too well. You probably have only been drinking alcohol. 酒くらいしか飲んでるね。Your badge says detective for a reason, Teddy. Case 01発生、ボストニア。アマンダ飲んでこい。The more the merrier at the dinner table. なるほど。とりあえずダイブしなきゃいけないんじゃないの。それダイブしなくていいの？あ、ここで食うのね。Tell me, Teddy. What's up with you and Diana? ダイアナってのは多分奥さんですね。Nothing much. It's just how we roll. New York versus Boston again? That's the root of it. Both of you are originally from New York. 出身地で喧嘩してるってことね。I thought you'd be double teaming me.I've been living in Boston for 30 years, man. 結構ね、アメリカの人ってその住んでるところにその愛着があるんでね。Diana doesn't see it that way. Nah, she still got her head stuck right up in New York. はあ、なるほど。So what was it this time? Baseball? 野球のチームとかバスケットボールのチームのあれで喧嘩したりしますね、たまにね。
What's bigger than sports rivalry? This one's bigger. Much bigger. It's all about clam chowder. あ、料理の作り方についてね。なるほど。clam chowder! No matter how you slice it, Boston has the best clam chowder in the world. You're with me on that. クラムチャウダーっていうのも結構美味しいですよ。日本ではそこまで食べないですけどね。すげえ食い方。すげえな。いや、すごいね。ちょっと私にもできないだろう。So it's the best in the world. すごい理論。Come on. Oh, come on, David. Sorry. I can't help you out. I can't say anything absolute that isn't based on personal experience. まあ正しいよね。Did you want this? All I needed you to say was damn straight. よく言いますね、damn straight ってね。フードリストに追加、いっぱい食べたってことね。OK。で、どうするの？あ、こういうのもしていくとクレジットが追加されていくわけだ。それで、ビーズの発見だって。はぁ、学生が突如昏倒し、はぁ、病院へ搬送された。救急医療のプロセスは適切だったものの、搬送後1時間で死亡が確認されたと。死因は急性心不全、アナボリックストレートの乗用車であったことから、過度な適応ないし薬物併用にある、副作用であると結論されたと書いてありますね。関係者なのかな。アナボリックストレートっていうのはあれですね、筋肉増強剤のことですね。じゃこの人はとりあえず OK なので、バスルーム行けって言ってたんですよね。ちょっとそっち行ってみようか。